タイトルマッチに先立ちましてチャンピオンベルトの返還を行います。クラッシュフェザー級のベルト第5代王者新見貴人からベルトが返還されます。第5代王者の防衛か、新チャンピオン第6代王者の誕生か。ただいまより本日のメインイベント、クラッシュフェザー級タイトルマッチを行います。青コーナー挑戦者、169センチ、 57.5kg、 ウィザードキックボクシングジム、トーマー、最強の挑戦者。さあベルトよ、俺の元へ。赤コーナー171センチ、 57.5kg、 名古屋 JK ファクトリー、クラッシュフェザー級王者、新見貴人。同じ相手に二度負けるわけにはいかない。ジャッジ西村東、岡田敦子、豊中稔、レフェリー梅木義則。クラッシュ122.27、東京水道橋後楽園ホール、メインイベントクラッシュフェザー級タイトルマッチ、3分3ラウンド延長1ラウンドで行われます。第5代王者新見貴人、初防衛戦、チャレンジャーはトーマです。いや石川さん楽しみですね。ちょっとね、手に汗握ってしまいました、はい、いやこれがタイトルマッチですね、はいはい。福島さん、このタイトルマッチの雰囲気って本当に変わりますよね、はい、そうですね、僕あの M1 の決勝の前説したことあるんですけど、それぐらいの緊迫がありますね、おお、そこと比べても、はい、あ嬉しいですよね、やっぱ頂点をね、はい、さあこのフェザー級の頂点を決める戦い、両者サウスポースタイル、青のグローブがトーマ、赤のグローブ、前へ前へと行くのが新見貴人です。前蹴り前蹴りと打つのはトーマです。さあここはくぐるようにして距離を取っていきましたトーマです。やっぱり距離を取らせない新見選手のプレッシャー、前蹴り、それをトーマ選手が距離を取れるっていうのはすごいですね。やはりもう前回一度対戦しているこの両者、はい、両者動きは分かっています。さあ現在スーパーバンタム級のチャンピオンの久村雅史選手にも放送席に来ていただいています、はい、いや久村選手どんなところ楽しみにしてますか。そうですね、あのチャンピオンの新見選手 の名古屋 JK ファクトリーは作戦立てるのとかも上手なんで、それどう組み立てていくのかとかいうの楽しみですね。まして一度敗れた相手となればもう徹底してきてるはずですよね、はい。立ち上がりの印象ってのはどうですか、木村選手。そうですね、でもその圧力をかけて新見選手にはトーマ選手がサウスポーでうまく対応してるんで、はい、トーマ選手はこのいい感じに進めてると思います、はい、そうなんですよね、トーマサウスポースタイルですけどオーソドックスで構えることもできます。左フック、ガードの外から打ってきましたトーマです。ボディ、そして返しの左フックも強烈。いや福島さん、印象どうですかこの試合の戦い。そうですね、このいつこの一発が決まって勝敗が決まると思うんで目が離せないですね、石川さん、やっぱ一発で言うとトーマですかね。そうですね、はい、あと技の多彩さで言うとトーマ選手ですね、はいはい、飛び膝、パンチ、アッパー、あと蹴りもですね、距離を取らせないで削っていくのが新見選手の新しいスタイルなんですけど、はい、それをフットワークで距離を取れるこのトーマ選手もやっぱさすがだなと思ってます。場内はこれトーマに対する大応援が響いています。毎回このトーマには京都からバスに乗って応援団が駆けつけています。さあこの応援の中で新見はどうやって自分のペースを作っていくか。ローキック、トーマ前へ前へというのが新見です。いや、新見選手はすごいですね、はい、で的確の攻撃に当たっているように見えるのはトーマ選手なんですけど、足を崩した、いいですね。さあこれ、はい、カーフか、前足、この外側、この前進をやめない、この徹底したスタイル、もうこれを徹底していきます新見貴人、はい、さあ残り時間30秒、この第1ラウンド左のミドルを打っていくのはトーマです。まだ両者ダウンは生まれていません。フェザー級のタイトルマッチ、1年半前に勝ったのはトーマ、新見貴人、今度はベルトを保持して
トーマに対するリベンジマッチでもあります。アッパー、そして上パンチ、上打ち下ろすように打ってきました。ローキック放つトーマです。さあ第1ラウンドが終了しました。久村選手に印象を伺いましょう。そうですね、トーマ選手が圧力かけられながらもうまいことポイントポイントで攻撃当てて、いいペースでやってるかなと思います。トーマ選手って何でも倒せるんですよね。おそらく、何を狙うじゃなくて、いろんな攻撃を出しているところ、相手が崩れたところを一気に畳みかけることができるんですよね、はい、それが前1個前の試合クラッシュ初めて上がったイラン選手の時なんかもどこでも倒せたんですよね、はい、でもこの今回やっぱりこの新見選手は崩れないですよね、はい、この徹底した新しいスタイル、はい、素晴らしいですね。現在大きな声を出しての歓声は禁止されているため、現在場内アナウンスがかけて歓声は控えるようにという場内アナウンスがかけられました現状です。さあ第2ラウンドが始まります。セコンド、やっぱ強打が来ているので絞り出すんでしょうね声が。そうですね、もう自然と出てしまうというところもねあるんでしょうけれども、さあ第2ラウンドどうなってくるか。ローキック、ローブローに入っています。ローブローです。前回このトーマが新見と戦った後にちょっと話を聞いたんですけれども、その時に課題として語ったのが、当時はやっぱりスタミナ面で非常に苦労したということを語っていました。もちろんその新見の圧力にという部分もありますが、かなり倒しに行き過ぎてのスタミナ面というのはこのトーマの一つの課題として石川さん、はい、語っていたんですね以前から、はい、そうですね。でもそれがさらにこのね圧力が強まってますから、新見選手の前進そうですよね、はい、さあ散らしていく、そうスリップです。そういう意味で言うとね、2人とも1年半別人になってますよね、はい、さあこのパンチをもらいながらでも前に出ていくのが新見貴人、うん、止まってくれない新見選手に、うん、やっぱりこの焦ります、はい、対戦相手として焦ります。でここでトーマ選手は焦らずに、はい、行きますに力んじゃうと、そうですね、一気にガソリンがスタミナがロスしてしまうので、はい、と新見選手のペースになっちゃいますよね。福島さん、これやっぱり王者っていうのは意地があるんですよね。そうですね、これ負けられないですよね。久村選手、印象どうですか、この第2ラウンドは。そうですね、これはちょっと新見選手がやりたいペースなのかなっていう、このリズムでやってたら多分トーマ選手スタミナ削られていきそうですね。トーマはどうすればいいですか。もう一個スピード上げたり、はい、その詰めるとこパッと詰めたりっていう、はい、リズムを変えていかないと、このリズムは新見選手の得意なリズムなんで、ここはあんまりやりたくないかなという感じですね。さあそのリズム変えていけるか。ただトーマの口ちょっと開いてますね、石川さん。そうですね、はい、一発で流れを変えることができる武器を持っているのがトーマ選手なんですけど、はいはい、新見選手ペースになってきてました、しまいましたね。ずるずると、はい、引きずり込むこの新見ワールドですよね、はいはい。でもちょっとトーマ選手は一瞬の隙を狙っていると思います、はいはい、それを一瞬の隙を作るですね。おそらく前回もこのような形には終盤にはなりました。トーマ選手は頭の中にあるはずですよね、この自分のスタミナが苦しくなるというシーンも。そうですね、はい、でもそれをやっぱり上回る、前回を上回る新見選手のプレッシャーに今手を焼いてるんだなと思いますね。さあこれが王者の覚悟の前進、新見選手はこれでいいですね。このペースで、はい、トーナメントを制しました。久村正選手の兄周平も下しました。これが王者の前進、これが今のフェザー級の頂点。前に出て前に出て削り切る、食らっても食らっても前に出る、これも出ます、詰めます。そう、新見選手大きなアクションは決してないんですよね、はい、決して大きなアクションではないんだけど、それともその大きなアクション以上に前進することが相手を削るっていう、それが大きな武器ですよね、はい、さあ標識が鳴っています。第2ラウンド、パンチのコンビネーションはトーマ、ボディへの前蹴りもありますが、ここでゴングが鳴らされています。場内の皆様にさあ久村正選手、分からなくなってきました、はい、そうですね、この次のラウンド楽しみですね、どういうお互いどうやっていくか、ご了承ご協力
ガリットぞお願いします。ガリット中の福島さん、トーマちょっと結構肩で息してるようにも見えますかね。そうですね、やっぱり新見選手 そのプレッシャーすごいですよね、圧力というか淡々と来る攻撃。ご自身で空手なんかもやっていらして、こう前に出てくる相手っていうの印象はどうですか。やっぱ怖いですよ、無表情でずっと前にいられるっていうのは怖いですね。僕はもうすぐ顔に出ちゃうタイプなんで、痛かったら痛いみたいな。あ、はい、今トーマのお父さんが顔をほっぺたをはたきながら気合を入れています。そうですね、お前の覚悟はこんなもんじゃねえだろうっていうような、そういうコミュニケーションでしょうね。マイクスジムでピケオとも殴り合ってきました。レスリーファイナルロール、その世界を目指しているトーマ、ここでスタミナ切れ、袖に負けるわけにはいきません。さあ行くぞトーマ、前に行く、プレッシャーかける、新見も返していく。そう、このトーマ選手の圧力かけてきましたね、最初ラウンド勝負かけてきましたね、これで逆に、トーマ選手が新見選手を削ることができれば流れ変わりますね。はい、はい、いや首を振って、いや聞いてないぞというふうに前に出てくるのは新見の方。そう、この新見選手はこの打ち合う気がないスタイルなんですよね。それも一つの形ですから、どんなことをされても我が道を行くスタイルですよね。徹底して自分のできることを、はい、さあトーマのスタミナを持つか、左のオーバーハンドフック、新見の顔面を捉えることはできるか。そう、コツコツとね、ローキックを蹴ってパンチを当てていくっていう、ストロングヒットはないんですけどね、はい、さあ久村選手どうでしょうね、この第3ラウンド。ちょっとローを効いてきましたね、新見選手のですね、はい、新見選手のローがトーマ選手ちょっと効いてきてるんで、対応した方がいいと思います。確かにちょっと足元のバランス、はい、このあたり気になるところです、はい、ちょっと足が踏ん張り効いてないと思うんで、はい、オーソドックスに変えたりして、はい、左だ、あーこれはダウンになった。さあここでダウンを取ったのはチャンピオンだ。カウントが進んでいく。さあチャレンジャーここまでか、西の超新星、最強のチャレンジャー、それを打ち砕くか。いいタイミングでしたね、新見選手、うまいタイミングで左のストレート、はい、自然に出た、うん、トーマ選手の攻撃に対して常に、ね、攻撃を出していく新見選手のパンチが当たったんですね、はい、いやさあ福島さん、ここからまた一つドラマがあるかもしれませんよ、はい、そうですね、やっぱり京都からみんな応援に来てるんで、トーマ選手負けないと思うんですよ、ここはトーマの気持ちが試されるところだ。膝突き上げる、首を振って前に出る、これがチャンピオンだ。アッパー混ぜながら、さあそして動いてパンチを打つのはチャンピオン、前に出る、ベルトを守るのは俺だと、チャンピオンの意地、チャレンジャーがそれを打ち砕けるか。いや石川さん、これ新見なんですね。そうですね、はい、これもね今日何回も言っているように正確なんですよ、はい、ダウンを取ったからといってね慌てることなく、熱くなりすぎることなく、自分のね戦い方、自分を信じて自信を持って戦ってる素晴らしいチャンピオンですよね。いや同じチャンピオンとして久村選手どうですか。そうですね、自分の戦い方貫いてるんで、はい、強いですよ、それはさすがチャンピオンやなっていう戦いを見てる感じがします。さあこの残り時間わずか、トーマダウン取り返せるか、新見が守りきるか。左ストレート、ここでゴングが鳴らされた。3分3ラウンドが終了。福島さんいかがでしたか。いやすごい白熱した戦いでしたね。やっぱり新見選手の無表情でどんどん前に来るの怖いなと思って、はい、タイトルマッチっていうのはやっぱりこう何か特別なものがね、ガリット中の福島さんありますね。そうですね、トーマ選手からしたらですね、ここまでイメージ通りの試合ができないなんて思ってなかったと思いますよ。ジャッジ豊永30対28、赤新見、新見に1票、ジャッジ岡田29対28、赤新見。
チャンピオン初防衛に成功。おドローの判定もありました。判定は2対0ということです。新見貴人見事初防衛を果たしました。1年半前に敗れた東馬に対して強くなったチャンピオン、この結果防衛を果たしています。王座初防衛に成功いたしました。いやー、久村選手、いろいろな思いがあると思いますが、率直にどんな感想でしょうか。そうですね、新見選手、やっぱりチャンピオンとしての自覚とか出て、強くなってましたね。ですから、本当にそのベルトが選手を強くするんだというのをこう痛感させられる試合といいますか。さすがチャンピオンという感じでした。あの久村選手、はい、トーマも強くなってるんですもんね。だってそうですね、チャンピオンと互角にやり合ってたんで、これからが楽しみな選手ですね。はじめに中村プロデューサーよりチャンピオンベルトが贈られます。さあチャンピオンは変わりません。第5代王者のもとにベルトが帰ってきました。初防衛を果たして人磨きかけたベルトとなっています。よくこの姿覚えておいてください。新見貴人がこれからどんな姿にさらになっていくのか。ベルトとともにチャンピオンもさらに磨かれていきます。最強の挑戦者を下した新見貴人です。石川さん、はい、まあ、本当にこのベルトの価値、これの重さっていうのを痛感しましたし。そうですね、はい、ベルトが、ね、選手を育てるのは本当に嘘じゃないんですよね。いやこれ絶対王者になっていくんじゃないですか。おこのスタイル、このスタイルいないですよね。あの KO もちろんパンチですごい強い技術で倒す選手が多い中、こういう相手を削って削ってこういう風に勝つってい う、だからって武器がないわけじゃないですからね。いやこの、うん、トーマ選手をこういう風に抑え込むのは素晴らしいですね。いろんな選手がいると思うんですけど、この新見選手の試合戦い方って実際に面と向かわないと実感できないぐらいのやりづらさがあるんじゃないかと思います。それでは見事勝利し、はい、王座初防衛に成功いたしました新見貴人選手より一言いただきます。こんにちは、クラッシュチャンピオンの新見貴人です。今日は会場まで見に来てくれた人たちや応援してくれた人たち、本当にありがとうございます。力になりました。対戦してくださったトーマ選手、本当に強くて、これからもっともっと強くなると思うんで、トーマ選手の、応援もみんなよろしくお願いします。今日は、2月ということで、まあ、2年前、おじいちゃんが、2月に亡くなったので、今日の勝利はそのおじいちゃんに捧げたいと思います。これからもっともっと強くなるので、K1 のチャンピオンにも僕はなるので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。初防衛を果たした第5代王者新見貴人の言葉でした。お笑いコンビガリット中の福島さん、はい、まあ、今日このタイトルマッチも含めましていろんな試合見てきました、はい、まあ、ご自身も格闘技の経験豊富でらっしゃいますけど、はい、今日改めて感じたこの格闘技の面白さみたいなのどんなのがありましたか。まあ、そうですね、僕最後やっぱ新見選手 の、 無表情でどんどん前に来るなんかプレッシャーっていうのがやっぱすげえなと思って、うん、で新見選手の顔よく見たら俺に似てるなと思ってモノマネできるなって思いました、ね、これ、はい、期待してますよ。はい、ちょっと、はい、新見選手 K1 で出して僕やろうかな。ぜひお願いします。このまたこの放送にいろんなイメージが頭の中にいて福島さんの中に湧いているということでしょうから。そうですね、あと新見選手 の、 プチ情報なんですけども。お、ありがとうございます。はい、紅葉、秋の紅葉が大好きでインスタで毎年紅葉の写真を上げてます。はい、おあもう一つ、はい、6月2日が結婚記念日でその日はだいたい家でバーベキューをやっております。すごくいい一面をこう取材していただきました。ありがとうございます。ガリッチの福島さんの今日のプチ情報もね本当に楽しく、放送を配信を お楽しみいただきました。さて同じチャンピオンとして、久村雅史選手一言お願いします。
そうですね、やっぱ最後の、新見選手、トーマ選手が勝つっていう声も多かったと思うんですけど、はい、そのチャンピオンになったその新見選手の強さをその見れて良かったです。久村選手は来月ケーズフェスタもあります。それに向けても一言お願いします。そうですね、もう今日の試合見て気合も入ったんで。そうですね、はい、3月28日はそうクラッシュのチャンピオンとして K1 でタイ人に倒してくるんで、はい、注目よろしくお願いします。さあ次回大会は3月27日メインイベントは石川さん、これも楽しみですね。そうですね、楽しみです。いやこの、このですね、新見貴人選手のチームの会長、この小森二郎会長ですね、はい、佐藤義郎さんの師匠でもある、この選手、ね、会長とこの最後のラストシーン、なんか感慨深いですね、はい。さあ次回大会にもぜひご期待ください。久村雅史選手、そして福島義成さん、石川直樹さん、皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。来月のクラッシュにもぜひご期待ください。